クスコはペルーの南東クスコ県の県名及び県との地名。アンデス山脈中の標高3400メートルに存在する。人口は約30万人。クスコとはケチュア語でへそを意味し、インカ帝国の首都で文化の中心だった。現在もペルーで有数の都市の一つである。サクサイワマン遺跡1200年代にインカ人が移住してくる前、 900年から1200年にかけて、キルケ人がこの地域を支配していた。クスコ郊外のサクサイワマン要塞の遺跡を炭素14法で分析したところ、1100年頃のキルケ文化による要塞であることが判明した。その後、1200年代以降に、インカ人勢力がここを占拠した。2008年3月13日、考古学者により古代の寺院、道路、 同水設備の一石がサクサイウアマンで発見された。2007年の発掘調査の結果、寺院が要塞の脇で発見され、要塞には軍事的な機能だけでなく宗教的な機能があったことが示された。1200年代から1532年までの間、クスコはインカ帝国の首都であった。クスコの街並みは聖なる動物であるピューマをかたどったものとの説があるが、 証明はされていない。インカ人の統治下で、町は、ウリンとハナンの二外区に分かれ、それぞれがさらに二つに分けられていた。四つの外区は、北西のチンチャスユ、北東のアンチスユ、南西のコンツ、南東のキャラスユであった。道路は、それぞれの外区から、対応する帝国の州国に伸びていた。それぞれの州国の指導者は対応する外区に家を建て、毎年、 一定期間クスコに住まなければならなかった。パチャクテクの治世以降、皇帝が亡くなると、定位は息子の一人が引き継ぐ一方で、その財産は残る一族のものに分け与えられた。したがって、定位継承者は自ら一家を起こし、自分が死んだ後の子孫を扶養するために、新しい領地を帝国に加える必要があった。インカの伝説によると、クスコは、 サパインカのパチャクテクによって建設された。彼はクスコ王国を活気のない町から巨大なタワンティンスーユ帝国へと変えた。しかし、考古学的な証拠によるとパチャクテクの統治以前から町は徐々に有機的に発展していた。町は決められた計画によって建設され、二つの川は町を取り囲むように注ぎ変えられた。クスコの都市計画は 帝国の他の他町にも放された1527年のワイナカバックの死後、クスコはアタワルパの支配領域となった。1532年4月、町はアタワルパ軍に占領された。その19ヶ月後、町はスペイン人征服者に侵略された1533年11月15日、最初のスペイン人がクスコに到着した。 征服者のフランシスコ・ピサルが公式に到着したのは1534年3月23日であった。植民地化の結果は都市の建築を通して見える。侵略の後、スペイン人植民者は数多くのインカ帝国の建造物、寺院、宮殿を破壊した。彼らは破壊で残った壁を新都市建設の土台として使用した。そして数多くの教会、女子修道院、 大聖堂、大学、司教区を建設した、インカ帝国古来の建築方法に、スペインの影響が融合した建造物であった。スペイン人は土着の寺院を、カトリック教会に、宮殿を彼ら侵略者の住居に変え、キルケ構造のターンワンティンスウィを伴うなど、クスコの建造物は、重厚な文化が融合していた。インカ人が、キルケ構造の上に建造物を建てたように、 スペイン人は、インカ人によって建てられた巨大な石の上に、建造物を建てた。スペインの建物は、インカによって建設された巨大な石の壁の上に、作られている。これらインカ時代の石積みは、石と石の間に、カミソリの葉一枚通さないと言われる高地さである。また、周囲には、サクサイワマン遺跡や健康遺跡など、数多くの遺跡が点在する。クスコは、 アンデス地域において、スペイン植民地とキリスト教不教の中心であった。農業、牧畜、鉱山やスペインとの貿易のおかげで、クスコは大いに繁栄した。クスコの市街は、1983年、世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。インカ時代、戦士の広場として知られた。 アルマス広場は、フランシスコ・ピサロによる、クスコ制圧宣言など、たびたび、クスコの歴史における重要な事件の舞台となってきた。また、植民地時代ペルーで起きた、反乱の指導者とされるホセ・ガブリエル・コンドル・カンキの、処刑もここで行われた。スペイン人は、広場の周囲に今日まで残るアーケードを建設した。大聖堂トラ・コンパニリアで、ヘソス,ス教会はどちらも広場に面している。 ラ・コンパニアで、ヘッス教会主廊のある通り、石壁のある通りラ・コンパニアで、ヘッス教会は、インカの皇帝、ワイナカパックのアマルカンチャ宮殿のあった場所に、1576年にイエズス会によって着工され、アメリカ大陸におけるコロニアルバロック建築の代表例とされる。ファサードは、石の彫刻、祭壇は、金箔で覆われた木の彫刻でできている。教会は、 植民地時代のクスコ学校の貴重な絵画が残る地下礼拝堂の上に立つ。クスコの街並み夜のアルマス広場アルマス広場18世紀後半までクスコは大陸最大の人口を抱えリマよりも多かった。イネーによれば2015年現在の人口は43万4654人である。アビアンカペルーや ランペルー航空など多くの航空会社が就航するアレハンドロベラスコアステテ国際空港がある。また、マチュピチュ遺跡との間、およびチチカカコのホトリノプーノとの間にペルー南部鉄道が走っている。バスも各地との間に運行されているが、高い標高のせいもあって、道路状態が悪く、特に浮きは空路、鉄道と比べて確実ではない。 ワールドウェザーインフォメーションサービスクスコ。UN2012 年12月18日閲覧。アベレージコンディションズクスコ。ペルー。BBC ウェザー2012年12月18日閲覧。ペルークスコ。クライメートデータフォーセレクテッドステーションズデニッシュミティラロジェクルインスティチュート2012年12月18日閲覧。ペルークスコ。 チェントロでインベスティガチオニズフィタスシャロジェコス。2012年12月18日、閲覧。千ソ2005位ね。ありがとうございます。